本日はちいかわ水族館コツメカワウソなちいかわちゃんのマスコット紹介したいと思います。夕方に水族館行ったんですが、ちいかわちゃんとハチワレちゃん以外が売り切れ。初日なのになぜ名古屋だけ売り切れなの。パジャマもちいかわちゃんだけなかったし、名古屋在庫数少なすぎでしょ。水曜日の生のついでに行くから再販しててと愚痴から始まってしまいましたが、このちいかわちゃん可愛くないですか。見た感じで絶対ふわふわもちもちのやつ。早速袋から開封してあげましょう。コツメカワウソなちいかわちゃん、最高に可愛い。ちいかわちゃんは何を着ても可愛い。気になる被り物の中ですが、耳はないようです。今年のハッピーバッグのぬいぐるみのようにツルツル風なちいかわちゃんです。ごまちゃんっぽく見えちゃってる。もちろん脱がすことはできません。それでは1回転。尻尾あります。カワウソの尻尾です。いつものまん丸じゃないです。カワウソデザインの着ぐるみです。長野デザインは可愛いです。何か持たせることができそうです。隙間があります。クッション感ですが、ふわふわのもっちもちです。このもちもち感たまらないです。タグはこんな感じ。グッパッグッパッグッパー。握手してみたいですよ。ではさすまた持たせてみましょう。なんか強くなった。ちょうどいい隙間です。反対側も大丈夫です。グレートマーマン。コツメカワウソなちいかわちゃんの紹介でした。もう可愛いの一言です。いろいろなものとコラボしていろんなちいかわちゃんを見せてください。同じ会社の先輩後輩だから、そろそろふなっしーとコラボしてもいいんじゃない。とんでもないイベントになりそうだけど。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくね。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくね。チャンネル登録よろしくね。おすすめ動画はこちらです。ガオー、上の動画もおすすめだよ。右上が最新動画です。